出てます。じゃあ、さあ皆さん準備よろしいですか？何番手になるんですか？今日6番手？6番手。0番手も1人で6番手？あ、その辺はどうでもいいですか？はい、わかりました。じゃあ一応6番手、シードリフ、よろしくお願いします。しちゃったんだったのに気づいてないでしょう。星の夜願い込めて勝利、急ぎで送る君へのメッセージ。返事はすぐにしちゃダメだって、誰かに聞いたことだけど、解釈できなくてできないの、数字なのよ。恋にしちゃったんだ、多分気づいてないでしょう。ぴったりの曲、チェリーでした。はい、今の曲は、春にぴったりな曲だと思うんですけど、チェリーというだけでね、うん、さて、次の曲はどんな感じの曲ですか、お嬢さん。はい、はい、始めます。そうですね、はい、以前、ジョーさんは、選手は初めてライブクリックの目的、来店は2回目の日曜ということなんで、はい、ありがとうございます。ということで、こんにちはということで、こんな感じで、はい、ちょいよろしく。
さあ次の曲はですね、一応紹介しましょう。ボス、ボスリサです。イエーイ、ボスのリサです。そしてこれがね、また店番から邪魔そうだ。割れたガラスで怪我はなさらないようによろしくお願いします。次の曲は、じゃあ、ね、春が来てこんにちはっていう感じで、ね、じゃあ次はどんな感じ。いいですか。今ちょっとニューストリームちょっと放送事故があったみたいですので、じゃあ次行きましょう。じゃあタイトルよろしく。
全世界に出てるんですよ、みんなだったらね。あのうちのバンドのメンバーなんかね、パソコンの前にかじりつきになって見とるという情報を得てましてですね。メンバー賞さっきやったって3回やらんと思わない。3回やらんと思わない。じゃあ今度は、はい、紹介してください。イエーイ
いと辛いという意味合いでいいと思います。はい、さてそれからですね、実はさっきリードを弾いとったこっそりリードギター&ボーカルリサです。イエーイ、リサさっきの曲もそうですし、実はあのこの方エレクトリックギターも当然当然って言っていいのが弾くんですけど、この間あのトトの、ね、デビューあのアルバムって皆さん知ってる人、はい、結構いますよね。その1曲目がインスタということを知ってる人、はい、はい、知ってますね。あ、意外と知らない人もこれ言わないんですけど、そのインスタ曲があってですね、そのリードをこのお嬢さんが通ったリサー、リサすごい、いやー、音も良かったよって、なんかお褒めの言葉もいただいて、なんか楽しそうだったんですけどね、はい、じゃあ、次の曲は、まあ、どんな感じの曲ですか？ちょっと、ロックなんですか？ロックなんですか？展開がありますね。展開があるのあるね。はい、じゃあ、はい、じゃあ、タイチロよろしく。はい、
じゃあ、スタートのビジョンもすごいよ。今度からあのそこでのリングネームはリングネームはマスターズ。いやー、最高。ほらほらほら。次の歌が楽しみですね。今どうお願いしていくのかなって感じで。さっきのアゲインの曲だ。じゃあさっきとさっきの間で何があったのっていう。そういうことでしょうかね。じゃあ、一応あの次の曲は本編最後になります。ここで V が終わっちゃうの？最後なの？ありがとうございます。じゃあ、あのお嬢さんからもう一度感謝の言葉を、はい、ありがとうございます。まあ、とりあえずここに集まっていただいた皆さん、そしてマスターを並び、はじめするボッパーズのね、お店の方々、そして、主催をいただいたイヤホン先生、ありがとうございます。もう合コンの師匠と僕は思ってますね。合コン先生、イヤホン先生、ちっちゃく並んでいいもう5個が刺すぐらいの勢いですもんね。はい、まあ、されてさ、じゃあ次の曲で一応最後でございます。合コンならんだから合コンだなんてさて、じゃあ次の曲のタイトルをお願いします。はい、言わへん。はい、天国行っちゃうよ。グーグルの天国変な商店写真並べた
近知識が浸透しているようでございますので、改めてリングネームを間違えちゃいました。改めてちょっとまず我々のユニット名からまず説明しましょうか。はい、はい、じゃあ、はい、我々のユニット名は、シードリーフ。よろしくお願いします。そして、こちらの方がリサー、リサです。リサー、イエーイ。わかる。うといこ、ありがとうございます。そして私が、はい、マスタード。わっ、イエーイ、リサー、リサー。最近、MC にちょっとキレが出てきてるからね。じゃあ本当のこと言って、本当のこと。本当はマスタード改めマサルです。はい、よろしくお願いします。そしてアンコールありがとうございます。じゃあ最後はやっぱりちょっと次の、ね、方もあるんで、元気がちょっと元気があれば何でも元気ですか。テーマにね、はい、そう言いたいと思います。じゃあタイトルお願いします。はい、毎日の夜、はい、ありがとうございます。シードリーフでした。指さされなかった。